皆さんこんにちは、スラサケイチです。こんにちは。前回はたくさんのご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。本当にね、たくさんコメントいただいて、それでたくさんの方に見てもらったんですけど、何より嬉しかったのは僕の意見を皆さんと共有できて共感してもらえたことが何より嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。会場見てくれた？コメント。いやでもいろんな方のコメント、500件以上入ってて、みんな共感していただいて、やっぱソラスターのやっぱりあの考え方、客観的にですね、素晴らしいなと僕も思いました、まあ、あとな、やっぱ本当皆さんが同じような感覚で思ってくれてるっていうのがなんかこう嬉しかったな。そうですね、そうですね、反響も本当に良かったんで、あの後ですね、動画を上げた日ですかね、引退するってことを言ってたんですけども、そうやな、上がっとったな、はい、そんでまだその後日にですね、やっぱ引退はやっぱしなくて現役続行すると、いうことが上がったんですけども、ソラスター選手はそれに対してですね、まあ、今回反響が良かったということで、ソラスターの考え方っていうのが、やっぱみんな皆さん聞きたいと思うんですよ、ソラスター選手はそれに対してですね、どういうふうに思ってるかっていうのをちょっと話してほしいなと思っています。俺はね、引退宣言の動画見たときに、俺は何ともいい意味で何とも思わんかった。それはなんでなんですか？それは当たり前やん。やっぱ格闘家って、あんだけ激しいことをしてて、やっぱ試合の時ってどんなことを緊張感を持って背負って戦うか分かる？会場。いや、想像はできますけど、実際やったことないんで分かんないです。それが、その緊張から解き放たれたら、勝っても負けても、やっぱ精神的はフラットじゃないね。あ、そうなんですか。こうテンション上がってテンション下がったりするんで、それは勝っても負けても、勝ったらテンション上がりすぎて、普段思ってないことまで発言したりするんで、それで負けるとめちゃめちゃネガティブになるから、ネガティブなことを言うね。だから正常な判断ができひんね。あ、そうなんですね。でまして朝倉未来選手が KO されて記憶が飛んでる状態で、自分が 何者かもわからんっていう、そこまで記憶飛んでるのにああいう発言をしても、俺はまあ、明日になったらまた正常になった時に朝倉未来選手がまた 何か発表するかなっていう感覚で思ってたから、そういった意味で何とも思わんかったな。ああ、なるほどですね、だからみんなツイッターとかでいろいろ書き込みとかしとったけど、俺は引退するとかせえへんとか、朝倉未来選手に対して俺はそっとしてあげたかったし、まあ、今回その引退宣言っていう部分で言えば、俺は裏返したら朝倉未来選手のやっぱ責任感やと思ってんね。なるほどですね。やっぱ格闘技界背負ってきて、で今回も大注目の中でヤーマン選手と試合して、でそれで負けてしまって、あ、これはもう俺はこんだけのことを言ってやってる以上は引退しなあかんって、やっぱ自分の中でやっぱけじめというか、やっぱそういう風に責任感は強かったなと思うねんな、その瞬間な。はいはい、責任を負いすぎたみたいな感じやねんな。そう背負い込みすぎてたんやな、責任感あるから、なるほどですね。ほんで次の日に多分ある程度戻ってきた時に、多分いろんなコメントとか連絡とかもらったり、やっぱ仲間の意見とかも聞いて、俺はこのままでは終わられへんって、やっぱあの人はやっぱり生粋のファイターやなって俺は思って。なるほどですね、やっぱさすが朝倉未来やなっていうのは、やっぱ次の引退撤回宣言聞いた時に俺はそれ見て嬉しく思ったな。なるほどですね、まあ、あとね、朝倉未来選手はやっぱその事業としても大成功してるわけやんか。そうですね、でファイターとしても成功してるけど、まあ、これで仮にファイターを引退したとしても、やっぱ事業で大成功してるから、別に食いぶちなんか潰れるわけでもないし、普通に生活っていうか普通に全然余裕で生活していけるわけやんか。そうですね、だからもう無理して格闘技する必要もないと思うねんけど、でもやっぱりファイターやから、ファイターとして成し遂げたいやりたいっていう気持ちが強いし、やっぱファンのみんなに対しての責任感があると思うね。だから引退宣言は撤回して現役続行というのを発表したと思うねんな。なるほどですね。俺はそんな感じで受け取ってるな。はい、まあ、そもそもね、31歳で朝倉未来選手のキャリアの中でファイターとしてですよ、引退するっていうのは正直おかしすぎる。俺の中ではありえへんし、朝倉未来選手のあの判断はあくまでもあの時の判断だけであって、本人はそう思ってないと思ってるけど、31歳なんかまだまだ伸びしろしかないし、あと朝倉未来選手なんて本当に打撃もセンスあるし、やっぱ寝技の部分もやっぱどんどん強くなってきてるし、そこはもう伸びしろしかないと思うんやんか。だからそこからだんだん伸びしろ、今の
実力でこんだけの成績を作れてるんやから、さらに強くなったらどうなんねんっていう話になってくるわけやん。ああ、なるほどですね。うん、だから自分のちょっと話とちょっと掛け合わせてしまうところなんで、俺も今42歳で格闘技始めた24歳から、24歳で始めて、それで31歳で朝からミクロ選手、今31歳で負けて引退って最初言ってやん、はい、俺も31歳の時に UAC 目指しててパンクラスでタイトルマッチで負けた時にどん底に落ちて、だから同じやねん。だから31歳の感覚がすごい分かるから。ああ、なるほどですね、うん、だからそこも踏まえてちょっと皆さんにちょっと説明させてもらいたいんですけど、僕自身格闘技始めたんが24歳でド素人で始めたんですよ。当時やっぱ格闘技業界っていうのがやっぱプライドとかがもうなかった時代で、もうライジンみたいな団体がないんですよ。で格闘技のメジャー団体って言ったらもう UAC 一択なんですよね。でそれで僕は24歳の時に根拠のない自信で格闘技したいと思って格闘技の世界に飛び込んだんですよ。で当時やっぱ周りにやっぱ格闘技やるって言ったらやっぱ周りの方にめちゃめちゃ止められた。24歳から格闘技なんかしてどないすんねん、お前ちゃんと仕事しろみたいな、親が心配するやろみたいな感じでいっぱい言われたことが覚えてんねん。お前もな、その時知ってるやろ。いや、その時はめっちゃ言われとったな、うん、お前アホちゃうか言われとったな、うんうん、それはまあ俺も考えたらさ、24歳のド素人がいきなり UAC、うん、行くために格闘技やりますって言ったらおかしな話そうですねって思うけど、でも俺はあの時本当にまっすぐな気持ちでそこに目指して俺はやるからにはやっぱ真剣にやりたいっていう気持ちが強かったから、でそこで格闘技をしたわけなんですよ。まあ、そこからやっぱやると決めた以上はやっぱ仕事しながらもう格闘技の練習も人よりもたくさんして、で睡眠時間削って、でそれを繰り返して下積みを積んだわけなんですよね。でいっぱいやっぱ格闘技やるときに反対された人に対してもいい意味で見返したろうってやっぱそういう気持ちで、やっぱそれが原動力にもなったし、やっぱ自分の人生ってやっぱ自分でしか切り開かれへんから、うん、だからもう自分次第、何でも自分次第やん、ね、会長もそうじゃない。そうですね、会長も今仕事を してきてるわけやん、はい、もう工事だと大営業やってるわけやんか、はい、やっぱ今までやっぱ自分で自分次第やん、自分が工事屋でしかやってなかったら不動産もしてないよ。そうですね、はい、うん、だから会長も俺も似てんねんて。そうですね、でも、はい、まあそれはまあ当時スラスターが24歳で格闘技始めた時、うん、やっぱり練習する姿勢とか、うん、やっぱ普段の口癖で一つ一つ、うん、一個一個着実に、うん、地味やけど日々を頑張れって俺にも言ってくれたじゃないですか、うんうんうん、だから僕も工事屋さんから、うん、やっぱりそうやっていつか建物持ったろうと思って、うん、まあ、そうなれたし、うん、それはスラスターさんの今背中を追いかけてというか、うんうん、そういうのは影響は結構大きいですね。まあでもお前もね、はい、やっぱその今この5年で物件やっぱ30件以上やっぱ持つようになったんはやっぱすごいと思うし、はい、そこはすなわちすごいと思うし、ある意味俺もお前には負けてられへんっていう気持ちあるから、はい、うん、いやもう本当に僕らはほんまに人に恵まれてるんで、うん、ほんまにいろんな人にアドバイスもらいながら、うん、もうそらさんさんにもアドバイスもらって、うん、もう感謝します、うん、ありがとうございます。で俺がウェルター級のライジンのウェルター級のチャンピオンになるっていう目標と、お前が100件物件を持つっていう、そうですね、45歳までに持つっていう、はい、それと勝負やからな、そうですね、はい、まあ、そんな感じでね、僕と会長はね切磋琢磨してやってきてるんですけど、それで朝倉未来選手も最初下積みの時に多分見たことあるんですけど、設備は現場の設備工事屋さんで、そうなんや、配管工事とかそういうので仕事をして成り上がったと思うんですけど、僕も偶然一緒で配管工事出身でやってきたわけなんですよね。だからそういうのもなんかあって、はい、結構親近感勝手に持ってんね。ああ、なるほどですね。で、はい、ライジンに参戦した時も、初参戦した時も同じやってん。ああ、してます。はい、名古屋大会出た時に朝倉未来選手がライジン初参戦で日置選手と戦った時な。そうですね。記者会見も隣にいてましたね、今考えたら、うん。だからなんかそういった部分では勝手になんかこう身近に感じてるところはあんねんけど、はい、でそんな感じで下積み積んで31歳の時に。ついにパンクラスでタイトルマッチまで行き着くんだよ。で当時 UAC と契約するためには34歳までしか新規の選手取ってくれへんかって、でプラスアルファで国内チャンピオンでプラス連勝を重ねてようやく契約できるかできひんかっていうぐらいの敷居の高い団体やねん。だから自分は死ぬ気を
だから負けたらもう USC の道は途絶えてまうっていう思いで一戦一戦死ぬ気でやってた。でそこでようやくパンクラスのベルトチャンピオンに挑むっていうところでベルト取って USC に行けるって思って挑んだんやけど、結果としては負けてしまって。そうですね、あの時にタイトルマッチを落とした時は正直僕もめちゃめちゃ応援してたんで、うん、俺でもそらさここまでかって思いました。俺でもほんま自分で負けた時俺もうどうしようってなって、うわ首回らないようになったぐらいの感じになって。いや知ってますよ、この先どうしようかなって。あの当時家に、うん、多分1週間ぐらい引きこもってましたよね、うん、だって自分格闘技 USC と契約するためだけに頑張ってって言い方あれかもわからんけど、それだけのために注いで全てを注いでやってきて道が閉ざされてんやから。で僕それで落ち込んでしまって、それが31歳なんですよ負けて。でそれが朝倉未来選手も今31歳で今回やる。あそっか、ちょうど一緒の年なんや、うん、だからめっちゃ重なんねん。でこっから僕朝倉未来選手にも見てもらえたら、やっぱ見てもらいたいってい う気持ちはあるんでちょっと話したいんですけど、僕はそこでまあ人間自分次第やから落ちこぼれていくのもあるし、そこでやめて尻尾を巻いて逃げることもできたけど、俺は絶対に諦めたくなかった。俺は絶対自分の道は自分で切り開くっていう気持ちでやって、でその時にパンクラスでもう一回チャンピオン目指そうと思ったらまた順番待ちしなあかん。あランキング方式やから、ね、そうそうランキング方式や、はい、それだと俺31歳やから34歳までもう3年しか時間ない、はい、じゃあ絶対間に合わんってなって。確かに連勝もしなあかんからな。そうそう確かにあの当時は、うん、ほんで当時何や頭あの絞ってあのパンクラスとかやっぱシュートとかみんな国内はリングやって。確かに、はい、そんでアメリカの USC はケージやって。でアメリカの評価と日本の評価ってやっぱ違うね。あそうなんすか、うん、俺そう違うんかなと思って、はい、それでその時にもうこれやったらもうケージで実績積んでケージの評価を得ようと思って。で当時国内でケージでやってる団体っていうのは名古屋にあるヒートっていう団体で、ヒートっていう団体でヒートで言ったらまあコージ選手とかもヒートのチャンピオン。ああコージ選手もヒートのチャンピオンですもんね。そうそう当時だから同じ時期にチャンピオンやって、はい、そうですね、まあ、それで僕ヒートにそのままその年に31歳で電撃参戦して、でそこからヒートで連勝を重ねて、でその時に USC に行くためには常に考えてたから、じゃあ USC の元 USC ファイターを探すのが USC からの評価を一番安いっていうのでヒートのベルト取ってからヒート側にチャンピオンとしてやっぱりヒートの団体として強さを証明したいからマッチメイクしてくださいって元 USC ファイター連れてきてくださいっていうのを交渉して、で連れてきてもらってその選手に一本勝ちして、で USC と契約できて。そうですね、これは昔 USC と契約するのは針の穴に糸通すぐらい厳しい世界で、いやもう狭き通るもんでしたね、うん、はい、で国内にも金原選手も USC ファイターやし、 でも本当に他にも強い選手いっぱいおって、ただそれって全員が全員行かれへん、はい、タイミングと運もあって、はい、でその中で俺は31歳、何が言いたいかちょっと31歳で負けたけど諦めへんくて、そこから V 字回復でUAC と契約もぎ取って UAC で3年、それで UAC との契約をもぎ取って、まあ、自分の目標を成し遂げたんですよね。普通に考えたらパンクラスで31歳でタイトルマッチ負けて、まあ、UAC と契約するなんて絶対無理やって、多分そういう声が当時多かったんですよ。そうですね、もうそらしたら無理やなみたいな。そうですね、あったやん会社、はい、ほんで契約した時も33歳で、うん、こいつ絶対勝たれへんって言われてたんですよ。言われてた。じゃあまさかの3連勝してっていう、うんうん、言うたらそういう快挙を得てですね、うんうん、でもやっぱそういう風にそういう 逆境があるから、やっぱそれも力になるし、朝倉未来選手もやっぱ31歳で今回負けてやっぱいろいろ叩かれてると思うね。俺が何が言いたいかっていうと、これは朝倉未来選手よりも先輩ファイターとしてやっぱ言わせてもらうんやけど、やっぱ俺も31歳でタイトルマッチ負けてどん底に落ちてもう格闘家として終わりやって思った時からやっぱ USC 契約して今があんねん。だからやっぱ31歳で朝倉未来選手今回負けたけど、こっから負けたからこそやっぱ強くなれることっていうのがあると思うし、朝倉未来選手やったらこっからの V 字回復、それをドラマにして強くなって、だから雷神でまた格闘技を
盛り上げて、ファンのみんなに盛り上げてくれることを俺は楽しみにしたいし期待したい。朝倉未来選手も2018年からライジン参戦して、そこからトントン拍子で勝って、まあ、スターまで駆け上がって、まあ、今回ケラマオ選手とヤーマン選手に負けて、本当にね挫折するぐらいのファイターとして落ち込むぐらいのやっぱ敗北を喫したと思うんやけど、でもそれがあるからこそやっぱ 強くなれる、うん、やっぱその自分がピンチに追い込まれた時ほどやっぱチャンスは絶対にあるし、うん、それは朝倉未来選手も分かってると思うし、分かってるけど俺は朝倉未来選手にやっぱこの時期やからこそやっぱもう一回動画として動画上になるけどやっぱ伝えたい、うん、俺は朝倉未来選手が絶対に強くなって帰ってくると思うし、この数ヶ月どんだけ休むか分からんけど、そんだけ休んで心も体もリフレッシュして、やっぱそういうやっぱ精神ってめちゃめちゃ強いし、本当にいろんなこと背負ったと思うね、背負ってやってきてるから擦り切れてんねん、うん、だから前も言ったけどやっぱヤーマン選手との試合やる必要ないやん、もともとそうですね、はい、でも格闘技業界を盛り上げるためにやってんねん、リスク取って、だからそんなも含めて一回刀に下ろして、やっぱゆっくりして、うん、リニューアルしたパワーアップした朝倉未来選手の復帰を僕は待ちたいと思います。まあ、最後にあるんですけど、本当に31歳って言ったらまだまだ伸び盛りやし、もう強くなることしかないと思うんで、まあ、朝倉未来選手もね、今休暇中ということで、もう本当にね春に試合するとか夏に試合するとかいろいろあると思うんですけど、朝倉未来選手がしたいと思う時まで皆さんも温かい目で彼を見てあげて待ってあげて、それで復帰したら朝倉未来選手を応援して、すごい試合をみんなが楽しめる試合を楽しんだらいいと思いますね。はい、僕はまあ今回、まあ、自分の経験上から話せることをまあちょっと話させてもらいました。まあ、会長は最後何か意見ある？いや、もうすごいあの経験話を聞かせてもらって、うん、人生としても勉強になりました。うん、そうやね。ただ今日ちょっと動画撮ってて途中で動画止まってしまって、ね、ちょっと話一瞬腰折れてもったけどな、はい、うん、でもなんとか自分もね、やっぱ気持ちこもってるから、やっぱそのまま継続して話もできたんで、まあ、よかったです。はい、はい、ありがとうございます。いろんな貴重な話。いえ、こちらこそです。皆さんどうも最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこんな感じで動画終わりたいと思います。はい、じゃあ次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。ストラッサー喜一を年間でサポートしていただいている企業様です。いつも応援ありがとうございます。